よっしゃ、やるかマリオカートデラックス8、ディラと申します。ですね、酒飲みです。いやー、私見たんですよ、ツイッターで。マリオカートって酒飲みながらやるとまともに走れないって聞きまして、本当にそうなのか、やってみたいと思います。酒の強さにもよると思うんだけど、そのお酒の、まあね、アルコール 5% のやつ飲んでます。はい、これでやっていこうと思います。大丈夫かこの企画。グランプリ200、アイテムコインなし、 CPU 強い、マシンすべて。はい、この地獄のルールでね、4レースでちゃんとやります。はい、まあね、普通にやれば私勝ててました。はい、そん中で CPU 強いでね、アイテムコインなし、この地獄のルールというカッコ仮で、まあ、4レースでね、1位取りましょう。勝てると思うよ、正直。さあ、レインボーロードだ。1戦目から。まだね、1戦目からとんでもないことになったな、レインボーロードとあなた。さあ、では酒飲みながら、いざ行かん。飲酒運転最高です。行きましょう。実際やっちゃダメだよ。行くぜ。でもどうなんだろう。実際ツイッターで見たけどさ、そんなにダメなもんなんかね、飲酒運転する。あー、ちょ待って。意外と、意外とできる。あ、意外とできんじゃん、200cc。できんじゃん。なんだ、できんじゃん。多分あれだろうな、こういうのって、マリオカートを、いや、多分わかんないよ。個人差はあると思うんだけど、マリオカートに慣れてると、か慣れてないかの違いなんじゃないかな。マリオカートに慣れてなかったら、基本的にそれは無理だし、あ、どうだろう。でも、ちょっと下手になってる気がする。下手って、もともとそんな上手くないけど。あ、やばいな。よし。レインボーロードはこう、ブレーキ大事だからね。ブレーキしつつ、こうしていく。そう。あんまりマリオカートのさ、どんだけやってるかの差にもよると思うんだけど、あ、でも結構フラフラしてる。だから、どれぐらいさ、もともと慣れがあるかの違いじゃないかな、やっぱり。それでだいぶ変わってくんのかな、こうしてみると。だって普通にそこそこ走れてる方だと思うもん、俺。いや、もちろんね、インターネットとかでやると確かにダメなレベルだけど、普段の俺通りじゃない、なんか。あんまりなんか、負ける気しないんだけど。さあ、レインボーロード二つ目でございます。もうレインボーロードよ。レインボーロードで行こう。基本的に。あともう一つレインボーロードあるからね。4レース目どこにしようかなって今悩んでるんですけど。まあ、とりあえず、3レースは、レインボーロードやっていきたいと思います。まあ、言うてでもさ、さっきそこそこちゃんと走れてたから、問題ないと思うんだけどね。で、普通に強いで1位取れてるから、普通の、それなりに走れてるとは思うんだけどね。基本的にここら辺はさ、だってさ、分かってればさ、どこでミニターボするか自分で分かっとけばさ、その通りにボタン押すだけなんだもん。なんていうかな、普通にさ、触れるボタン以外押さなきゃいいだけの話だから、なんかそんなになんか、酒飲んでもマリオカートそんなになんか、難しい印象ないな。だって、ここ押さなきゃいいんだもん。あーっと、危ねえ、危ねえ。だってこうやってやれるよ、普通に。そんなになんか、あれ？これ企画倒れか、まさか。もっとなんかさ、酒飲んでガンガン落ちる姿を見たいっていうのはなんか視聴者の希望じゃないの。普通に走れてるぞ、おい。あれ普通に走れてんな、俺。俺、この日のライブさ、めちゃくちゃひどかったんだけど。今日、実はこれライブ終わりに撮ってるんですよ、酒飲んだ日の。なんかそんなにひどくないよね。ちゃんと走れてんだけど。あれなんかこれ美味しくないんだけど。クソ動画か？企画倒れか？これもしかして。普通に勝ててんだけど。あれ？いいのかこれで。いいのこれ。あんま美味しくねえな。レインボーロードその3でございます。いや、ここのレインボーロード一番苦手なんだけど。いや、ここはマジでやばいかもしれんな。でも、今まで見るにそこそこ走れてるから、なんか別に酒飲んでもいけない気がしないけどな。普通にだってさ、この日のライブでやってたゲームも、そんなにね、影響を思い出してなかったんですよ。対して、その、あ、ごめん、いや、その日やってたゲームあるんですけど、ライブで。別にそんないつも通りだったんですよ。僕の話がおかしかっただけであって、基本的にいつも通りだったんですよね。操作そのものは。
だからなんかね、あんまりそんな苦戦する印象はないけど。分かったわ。そもそも俺がこのステージ苦手なだけなんだと思うけどな。あ、ちょっと待って、多分俺このステージ苦手だな、単純にこれ。あんまやらないもん、このレインボーロード。200GG でしかもやんないよ、このステージ。多分それがでかいな。普通にでも勝てる気がするけどな。これあれか、あのあれだわ、言い訳一つ言いますと、僕このステージあんまやらないです。このステージは僕あんまこのやらないんですよね、このレインボーロードは。だからそれが大きいんだと思う。だからこんなに落ちるんだ。あの知ってるステージなら早いんだけど、知らないステージだったらあのちゃんと走れない。今分かった、知ってるステージだったら走れるけど、知らないステージは走れない俺。よーかーかー、そうか、知らないステージなら俺は走れないのか。知ってるステージはじゃあ走れちゃうのか。逆を返せば、酒飲んでても知ってるステージは俺走れちゃうのか。それはあまり美味しくないのでは、配信的に。配信じゃねえ、これ動画だったわ。そうか、走れちゃうんだ。逆に知らないステージだけだ走れないのは。じゃあ勝つわ。あんま美味しくねえなこれ。いろいろ考えたんですけど、最終レースはこちらビッグブルーでやろうと思います。まあ普通に走ってもね、この水の流れとかでめちゃくちゃ速くなるんで、まあ難しいステージなんですよ。普通に 200cc 走るのでも、ここで1位取っちゃうよ。取れそう、正直言っていい？取れると思う俺1位ぐらい。いや割かし普通に1位取れるよ俺。酒飲んででも勝てることは分かっちまった俺。なんだあれは、なんだあの伸びてたツイート何だったんだ。じゃあえ、じゃああの伸びてたツイートは一体何だったんだ。マリオカートでさ、飲酒運転するとさ、まともに走れないっていう伸びてたツイートは一体何だ。俺嘘って証明しちゃうんじゃないか、もしかして。あれこれ俺証明しちまったか。そんなことはないって証明しちまったか。多分違うんだって。酒の量とかが違うんだよ多分。あった、こっちだったか。酒の量とかも違うし、マリオカートの向き不向きがあるから、それで難易度が違うんだ。想定してるより簡単だぞ。想定してるより正直めちゃくちゃ簡単だわ。普通にだって俺 200cc 走るだけなんだもん。だから的確に分かってる場所でこうやってドリフトするだけで勝てちゃうわ正直。逆に走れないって言ってたら、一体どんなマリオカートをしてるか見てみたいもん。え、勝てちゃうよ正直これ。正直勝てるよ。もう勝っちゃうよこのまま。悪いけど、悪いけどそのまま勝っちゃうよこれ。あー、ここ当たるね。まあしゃあないか、ここは当たるのは仕方ない。で、ここでさ、こうして、え、もう勝っちゃう、終わるよ。いいのこれ、ボツ動画だよこれ。じゃあみなさんに言おうと思うんですよ。嘘です、あれ。